自然っていうのはバックグラウンドは関係ないじゃないですか、うん、僕雨が降ったら降ったりとも濡れる、うん、関係ないの自然は、はい、だからみんな平等にする、うん、でそこの平等にするところからみんな一緒にチャレンジングな活動をこうやってやっていく、うんうん、日本の児童養護施設に住む全員の子どもたち本当に自然来てもらって、うんうん、こういう体験もしてもらってフィルグッド TV 石川みのるです。世界にねポジティブなインパクトを与えていこうというアウトドアフットウェアブランドのキーンと一緒にやってるんですけども、今回も前回に引き続き未来の森のアウトドアアクティビティに一緒に参加しているんですけども、いろんな話をさらに今日はジェフさんにも聞いていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジェフさんはどういうあの立場にいるんでしたっけ。未来の森、僕ともう一人のアメリカ人と二人で作ったっていう、うんはい、まああとは今ね、副理事でこういう、プログラムをやるときに、うんもう多分9割以上もうほとんど来れてボランティアとして来てるんですけれども、うん、もう子どもたちとやっぱりこういうアウトドアで接するのが一番僕の、何ですか得意ところですかね、はい、こういう特技よりも大人ちょっとだけ苦手かもしれないでも実際それは本当に見てると一番楽しんでらっしゃいますもんね、はい、やっぱ自然のエネルギーをもらってやっぱり、元気になる楽しくなるって、はい、を信じてる人なので、うんうんうん、だから一番やっぱり、誰よりも楽しくやってるんでじゃあその最初アメリカ人の人とスタートしたっていうのはきっかけはどういうとこから。もう本当にね多分20年前ぐらい彼の話なんですけれども、うん、日本のどちらかっていうと豊かな家の、うん、お金のある家の人を対象にして、アウトドアプログラム作ってました、うんうんうん、アメリカンサマーキャンプ的な感じで、はいはい、もう本当に素晴らしいプログラムだったんですよ、うんうん、未だに存在してるんですけれども、うんうん、でその時に、そのアメリカ人と2人でやっていて、いやあのねとってもプログラムがよく、まあ、自分で言ってるんですけれども、うん、プログラムがよく、来れない子どもたちも、ぜひ呼んでもう来てほしいと、うん、でどのようにああいう子どもたちをこうやってやっぱり考えてるうちに、施設っていう、日本のそういう児童養護問題、うんにたどり着いて、うん、でそこからスタートだったんですけれども、初めてやっぱり直接、うんアプローチせずにすで、うん、に存在していたそういうもうコネのある NPO と、うんうんうん組んで、でそれ初めてやってみたけどどうでした、大失敗でした。あそうだったの、はいどういうふうにでなぜ失敗したかっていうと、やっぱりその時は施設に住む子どもたちも、うんもう普通にそういう、一般家庭に住む子どもたちはどうせみんな子供だから、うんうん一緒だからと思って一緒にしたんですよ。なるほど。一緒にしてみたらやっぱりニーズが違って、もう一般の家庭に住む子供たちがすぐできること、施設の子供たちができなかったりとか、最初に会った人っていうのはやっぱり、人見知りってする人、うんうん、多いじゃないですか、大人にしても、うん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 でやっぱり、そういう施設の子どもたちはちょっとだけこんな横目で見て、うん、この人は信用していいのかなみたいな子どもがやっぱり多くて、うん、分けてやった方がいいということで、ここの未来の森のプログラムがそこの会社のプチ CSR 的な感じで始めたんです、うん、最初は。なるほど。そう、あじゃあ最初は失敗を繰り返して今の形が出来上がってきてる。そこまで失敗は繰り返してないけど1回ぐらい磨きながらね、磨きながら、まあ、本当にでも1回目も大失敗で、でもそこからはやっぱり、施設の子供対象に、うん、そこの子供たちのニーズを考えてプログラムを作り出して、うん、そこからもう10年ぐらい前の話なんですけれども。なるほど。もし世界がこのまま戻らないとしたら、もし変化した全てに私たちが学べるのなら、自然の中で家族と過ごす時間がどんなに大切で、裏庭で楽しむキャンプや友達とのハイキングがどんなに楽しく、犬の散歩がたとえ雨の中でもどんなに幸せか、外で歩き働き食べ歌い外で眠ること、もし変化した全てに私たちが学べるのなら、外はもっと素敵な場所になる。
で、その子どもたちのことをこう学んでいくってどういうふうにやっていくんですか？それは、やっぱり、最初 の, その失敗した時も、うんうん、引率職員さんたちも呼ばなかったんですよ。私たちのスタッフだけでできると。急にじゃあ本当にストレンジャーとみんな会わなきゃいけないんだ。で、やっぱり、その施設に勤む、プロの人たちも、毎回来てもらうように一緒に、ね、っていうのが一つ。先生たちもでやっぱりそういう、ベテランの施設の、職員さんたちもいろいろ聞きに行ったり、うん、力になってもらったり、うん、で、やっぱりいろんなそういう研修みたいな、うん、施設に住む子どもを対象に働いている人の研修も、小杉と二人で行ったりとか。じゃあもう本当にじゃあプロのこうやり方をちゃんとこう学んだりとかもしながら、うん、もちろん私たちはそういう、プロでも何でもないんですけど、うんうん、けどやっぱり職員たちの力と私たちのアウトドアの力と、うん、合わせて、やるとやっぱりいいプログラムができるようになってきて、この土を僕らはしがらみって言ってます。しがらみ作りましょうって言うとなんかちょっと変な感じがするんですね要するに土が流れないように、そして雨が降っても土が地面にちゃんと浸透するように、表面を大雨が降っても流れないようなことを山の土にしていってあげます。でそのためには今ぐちゃぐちゃになっているのをちょっと片付けたいんです。ジェフさんにとってこうあのアウトドア の, その力っていうのはどういうところにあると思います？初めて会ってきた、うん、例えば5日間のキャンプ、うん、一緒に、するじゃないですか。最初はちょっとやっぱりこんな感じで、うん、この人分かんないし、で山入ります、うん、自然っていうのはバックグラウンドは関係ないじゃないですか、うん、僕はお金のある豊かな家から来ても、うん、あなたはもう本当にもう全然大変なあれで来ても自然も一緒です。雨が降ったら二人とも濡れる、うんね、風が吹いたら二人とも寒くなる、ね、関係ないの自然は、はい、だからみんな平等にする。でそこの平等にするところからみんな一緒にああいうチャレンジングな活動をこうやってやっていく、うん、やっぱり私たちはなかなか難しいチャレンジも与えるんですよ、うん、1年目2年目3年目できなかった、やっと4年目できたっていう子どももいますよ、うんうん、でやっぱりそういう継続的な関わり合いもすごく大事にしてるので、うんうん、今日も来てもらった子どもたちも、多分全員リピーターだったし、外行ってそういうチャレンジングなことやって失敗しながら、失敗してもいいじゃないですか、はい、っていうか失敗だらけじゃないですか自然っていうのは本当にみんな大人も ねそうだし、うん、だからそういう失敗をして、いやでももう一回やれば少し身につくし、少しずつ、できるようになるっていうのはやっぱり、大事なそのライフスキルじゃないですか、うんうん、教科書に山は高い山層が薄いとか読んでも分かんないじゃないですか。もうキャンプマジックって言うんですけれども、うん、私たちね、そのここでできることを、力にして施設に戻った時に、ああってなった時に、ああ引率、その職員たちがでもほら未来の森この間行った時に出たじゃないですか。そうか、ああそうかって、そういうキャンプマジックはやっぱり持ってきてもらって、じゃあその時だけ持って帰ってもらって、その時だけじゃなくてこれはずっと自分の中で続くマジックなんですね、と信じたいですね。でもちろん、うん、ほら全員じゃないけど、で初めての子もやっぱりすぐ分からないし、でやっぱりその継続的でこうやって何回もやることによって、なるほどな。じゃあそのジェフさん の, そのパッションというか、はい、このドライブするというかその感じっていうのはどういうところに、なんだろうね、いやもうまさに今日みたいなことができて、うん、いやパッションにつながるし、もともと僕は、お母さんがやっぱり赤ちゃんの時に、虐待されて、うん、で、彼女もやっぱ施設に入れられて、多分1歳2歳ぐらいの時に養子にもらわれて、うん、お母さんが、お母さんが、はいはい、僕のお母さんが、ね、うん、でそこの、そこの新しくなってくれた親も、うん、虐待したんですよ。でも大変な人生を したお母さんだったんですけれども、でそれは子供の時に僕はあんまり知らないで、うん、大人になって、彼女のやっぱりそういうギブバックっていうような、僕の場合子供にこうやって何かできることをこうやって頑張ってる人なんですけれども、うんうん、お母さんはやっぱりそういう老人、
老人ずっといろいろやってて、で僕はほらクソガキの時にいろいろお母さんのこと老人 の話いっぱい耳に入るし目に入るし、でもあんまり気にしない、はいはい、大きくなった時にやっぱり影響されたなって感じてて、なるほどね、そう、だからお母さん多分、おかげでもあると思います、僕がこういうことをやりたいっていう。じゃあ本当にこう人間ってこう辛い経験というのはあるけれども、で今日来てくれた子どもたちももしかしたらいろんな辛い経験もしてるかもしれないけれども、それをすごくポジティブなものに変えていけるチャンスにもなるし、そうなっていくとまたそれが次の世代とか次の次の今度ポジティブな連鎖がどんどんね、はいはい、もうまさにもう未来の森の中でもなっている部分もあって、でそれが何でかというと、子どもたちは小1から中3までは普通の、参加者、うん、キャンパーとして来てもらうんです、うんうん、で高校になると、またやっぱ履歴書書いてもらうぐらいのそういうリーダー実習生のプログラムもあるんですよ。で今は、そのリーダー実習生プログラムをこうやっても卒業して、うん、その卒業生はもう本当に10人弱ぐらい今のところいて、うん、でそういう子どもたちももう社会人になってるんですけれども、うんうん、もう自立して、うん、18歳になると出なきゃいけないので自立して、その、もう社会人になってる未来の森の卒業生の子どもたちも戻ってきて、ために戻ってきてもらってるんですよ。今日みたいなリーダーとして一緒にこうやって動いたり、うんうんうん、で、何年ぶりにああみたいなのもあるので、そのサイクルがいいし、じゃあこれを今日見てる人たちもぜひこういうサイクルにいろんな形で関われる方法があるので関わってもらって、また次の人にこう渡していけるように ね、 そうですね、なっていったらどんどん、もちろんいろんな人生でおのおの辛い経験はあるけど、それがいい形で伝わっていくっていう気がしますね、ポジティブに ね、 はい、日本の児童養護施設に住む全員の子どもたち、うん、本当に自然来てもらって、うんうん、こういう体験もしてもらって、うん、日本全国に こういういい拠点みたいなキャンプサイトができればいいなと思うんですけど、でもそれよりもやっぱり施設の必要性がなくなればいいんですけど、ね、うん、本当はね、うん、そうですね、まだまだ多いし、はい、いろんな形で解消できるようになってければ、はい、ありがとうございます、とんでもない、はい、こちらこそありがとうございました、また楽しかったんでぜひ、よかったです、はい、フィールグッド TV、 今日はね未来の森のみんなと一緒にしがらみを作ってきたんですけども、まさかね普段しがらみめんどくせえというしがらみがこっから出た言葉だとは知らなくてですね、しがらみ本当に山の斜面に対して折れた木とかを置いて、その間にですね枯れ草や小枝をどん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 詰めていって、山が崩れないようにするせき止める土留めみたいにこう作っていく、このしがら網って言い方もされてましたけども、こんな網を作るネットを作っていくんだということを今日初めて知って、これで山が雨がドーッと降ってするようなことがあっても崩れないんだというふうに教えてもらったんですけども、まあ、本来めんどくさいというような言い方をする人間関係のしがらみみたいなものを改めてね、もう一回関わり続けることで、この未来の森の子どもたちのセーフティーネットに大人たちがなれるようにしがらんでいきたいなというふうに思いました。石川みのるでした。また次回まで。アディオス。